イカ県はペルーを構成する24の県の一つである。県庁所在地はイカ市。イカ県には世界遺産のナスカの地上絵があり、パラカス国立自然保護区やバジェスタス島はペルー国内有数の観光地である。南米最古のブドウ畑が所在するなどワイガリー巡りも有名。ワカチナやパラカスはリゾート地として知られている。行政区画は5つの郡に分けられる。 それらは43の地区から構成される。群は以下の通りである。アスパラガス、ブドウ、ワイン、ピスコ、豆類、手ハが主な特産品。アスパラガスは北米に多く輸出しており、重要な輸出源となっているほか、白く平べったいパヤーレスと呼ばれるイカのライ豆は、ペルーの国家競争、知的所有権保護庁により、原産地故障制度に登録されている。 太陽光が強いイカで作られるワインは糖度が高くフルーティーな味わいが特徴。ペルー国内で食用ブドウが生産されているのはイカ県のみである。シュトリマから日帰りでの観光が可能なため近年観光客数が上昇している。砂漠でのサンドバギー、野生動物を観察するバジェスタス等のボートサファリ、自然保護区内のビーチエリア観光、ナスカの地上へを セスナキで観覧するツアー、ワイナリー巡りなどのアクティビティが人気。主要な観光地は以下。醸造所とコマのブドウ畑は南米最古と言われている。ペルー政府観光庁によると2018年の観光客満足度は83.2%だった。パラカス国立自然保護区内のカンデラブロと呼ばれる地上絵は国の文化遺産に登録されている。 今から、イカの中心地までは、バスで約4時間半。県内の空港は、ピスコ郡にある、ピスコ空港のみ。クスコからの便が発着するほか、ナスカの地上へを観覧するためのセスナ機の発着も、している。ありがとうございます。